柏原孝一柏原孝一3月1月から1981年12月1日は日本の実業家、政治家、衆議院議員、大分県北天辺郡佐賀野関町長,長、大分県北天辺郡佐賀野関町で海産物問屋、柏屋に生まれる、1909年薄木中学校を卒業、1913年第7高等学校増資館に、 進学し、1916年中学校以上の在学生の親睦と町発展のための適正共有会を立ち上げ会長に就任した。1924年、東京帝国大学経済学部経済学科を卒業した。卒業後、朝日新宅に入社し、昭和教皇を迎えて帰郷した。1930年に佐賀の関町助役に就任し、 1930年度町長となり4期在任した。同年から大分県会議員にも選出され、連続3期務めた。1937年佐賀の関信用組合を設立した。1942年4月、第21回衆議院議員総選挙に大分県第1区から、翼3政治体制協議会の推薦を受け出馬して、当選し、 翌3政治会に参加し、その後、日本新保党に所属して、衆議院議員を一期務めた。この間、大分県水産会副会長、大政翌3会大分県支部事務局長、大日本翌3総年団大分県団長、文部省委員、翌3政治会政長文部委員などを務めた。戦後、公職追放となる。その後、大分県監査委員を務めた。 1981年12月、急性肺炎のため微光佐賀の赤成連署、付属病院で死去した。ありがとうございます。